2日間ですね、この全体の流れ、まあ、ファシリテーションみたいなことをやらせていただきます、上井と申します。よろしくお願いします。米田さんってなんでこの社会連携を J リーグが始めたのっていったところから少しお話しいただきたいと思います。実は可能性をすごく感じました。でその可能性を感じた大きなところがこのホームタウン活動で、J リーグの理念と100年構想とこの地道に皆さんが愚直にやってきたホームタウン活動が、今の時代に一番可能性がある資源だなというふうに私はその時感じました。それやっぱ J リーグの試合行ったら地域の名前を思いっきり見て叫ぶわけじゃないですか。でそんなのなかったわけですよね。今日より明日の方が楽しみだと思って暮らしてる人が増えて、そういうホームタウンになったら、それがクラブが社会に対してできる一番大きいのってそこかなみたいな。ここを目指せばとりあえずこの社連っていうものは間違いなく進めるだろうというようなキーワードですね、スローガン、それがですね何かっていうとこれです。ラブ&クレイジーです。ラブって何か、もうこれも皆さんそのものの存在だと思うんですけれども、もう地域密着を掲げて25年走り続けてきた J リーグ、これがまさにその地域愛ですよね。でですね、その隣のクレイジーですね、でこれがすごいやっぱり大事だと思ってまして、まああのシャレンが言ってんだからしょうがねえかとかですね、なんかホームタウン活動って、まあ、そうだよね、ラブ&クレイジーでやってんだよね、まあ、だったらしょうがねえか、好きにやったらいいじゃんみたいな、こうはみ出してもいいじゃんみたいなことを認められるような、存在になっていくと、より皆さんのやりたいことっていうのが自由になっていくし、加速していくんじゃないかというふうに思ってですね、ぜひこのラブ&クレイジーでいければなというふうに思っております。ありがとうございます。 J リーグの強みって何だろう、このプロジェクトかなって僕は思います。 CSR というか、まあ社会課題解決を本業で本気でやる、それをビジネスとしてやるリーグになります。でこういうことを言ってるリーグは世界中に一個もないです、僕の知る限り。もう皆さん25年で、まあ、小国さんに言わせればラブが溢れてるというぐらいやってきたんですから、これを生かさない手はないでしょう。なんで皆さんもっと自分たちの価値に気づいてください。すごいです、マジで。以上です。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。で今からですね、今からのパートはこのファシリテーションの部分ですね、皆さんとやっていきたいなと思います。私たちの会社が大事にしているのはこのイノベーションファシリテーター、ここからちょっと本題になるんですけれど、今回のこの2日間で皆さんにですね、このイノベーションファシリテーターのエッセンスを理解していただいて、で1回明日チャレンジするっていったところをやっていきたいなと思ってます。正解のない世の中で何が起こるかこれから分かんないときに、誰も答えが分かんないんで、だからいろんな人が集まってどういう未来を作りたい、どういうふうにありたいんだっけっていったところから話し合うのが、まあ、今必要と言われています。で私たちがやってるのは世の中を良くするためのイノベーションを起こす、そのためにファシリテーションを使うっていうような、そんな考え方をやっています。イノベーションっていうのがクレイジー、世の中を変えるんだ、前に進めるんだというクレイジーと、ファシリテーションがこうラブですね、みんなで地域の人と手を取り合って、でこの相反するものを両方を扱えるのがイノベーションファシリテーターというふうに定義付けさせてもらっています。で今からですね、体験セッションを始めていきたいと思います。 J リーグホームタウン活動の未来っていったところの、まあ、ビジョンセッションという形で、未来どうなのっていうところを皆さんと考えていきたいなというふうに思ってます。ではこの問いですね、私が今まで一番良かったなと思うホームタウン活動はについて90秒間お話しください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。でここからちょっと皆さんが主役になっていただく時間なんですけれど、ワールドカフェっていうやり方なんですけど、まあ、リラックスして、ね、自由に話してくださいっていうのがまずやり方です。でポイントは時間を2回分けます。1ラウンド目、2ラウンド目みたいな形で、で1ラウンド目はまず最初このテーブルの皆さんでわーって話します。で2ラウンド目になるとですね、1人だけ残っていただいて、みんな他の人はこう違うところにシャッフルします、メンバーを。そうすることによって、あ、こんな意見もあるので、いろんな人と短い時間で話せるような手法になりますので、そういった形のことを進めていきたいなというふうに思います。で10年後、世界が J リーグのホームタウン活動に嫉妬している、そんな時に一体世の中で何が起きてるの、自分のクラブのお話でもいいですし、リーグでもいいですし、お互いで話し合いながらこう未来の可能性を広げていく時間を、取っていきたいなと思います。はい、それではよろしくお願いします。スタジアムに
下級者さんみたいに、子供あ、めっちゃいいっすね。そうですそうです。日本は J リーグを使って高齢化を解消したこと。皆さん一人一人は何やりたいかっていったところをちょっと考える、自分とこう向き合う時間を取りたいなと思います。でやり方としてはマグネットテーブルってあるんですけど、どういうことかと言いますと、ホームタウン活動とかシャレンプロジェクトを通じて実現したいことって何っていったところをまず書いていただきたいと思います。で皆さん書き終えましたら、その紙だけ持って立ち上がっていただいて、全員でこう見せ合います。ぜひ何かやりましょうっていう人とマグネットのようにこうくっついてチームを作るっていう手法になりますので、ちょっとそんな形でやっていきたいと思います。よろしいですか。大きな字かつ綺麗な字で書いていただかないと読めなくなっちゃうのでですね、ちょっとそういう形で書いていただければと思います。はい、それでは皆さんご起立をお願いします。では、チーム作りよろしくお願いします。チームの皆さんで、お手数ですからご移動して集まっていただきたいと思います。よろしくお願いします。一旦皆さんそれぞれどういう考えなのっていったところを共有しながら、なんとなくこういう方向性だねっていったところですね、ちょっと短い時間ですが5分ぐらいですね、お話しいただきたいなというふうに思います。それでなんかこうそういう取り組みをもっと J リーグクラブやっていくて、ジョナさんと一緒にするとやっぱり教育が今一番強いですか。そう、数年後皆さんの望むこうホームタウン活動とかシャレン活動が世の中に大きなインパクトを起こしました、その時の様子を報じる未来のニュースをですねイメージした一面の記事をちょっと描いていただきたいなと思います。はい、それではよろしくお願いします。これがだからマイナスをプラスに変えてるのか、日本全10年後に日本全国これにより地方規模も少なくなればみたいな。はい、では、一旦ここで終えたいと思います。本当短い時間でしたけど、皆さんありがとうございました。一旦拍手でありがとうございます。ではですね、ちょっと最後全体で共有していきたいと思いますので、赤ちゃんからおじいちゃんまで、しかもおじいちゃんもおばあちゃんも元気にバク転しているような、そんな、例えば中原区立フロンターレ小学校とか、ここに書いてあります、シジネが制するウォーキングサッカー。いや皆さんありがとうございました。テーマオーナーの米さん、ちょっと一言いただきたいなと思うんですが、関係性と自分で決める、今日多分皆さん自分で決めましたよね、何かで決めるっていうことと、あとできる、ゴールまでの道のりがあって自分はそれができるっていう感覚、この3つが揃うと人ってモチベーションが揃うって言われてて、なんかこの要素が全部なんかこの空間もそうだし、あそこにも揃っているような気がしてちょっと嬉しくなっちゃいました。で大事なのはこの未来を描いた後に、じゃあこれをどういうふうに実現するの、さっきのバックキャスティングです。でバックキャスティング、未来思考ってとこですね、っていうのはいい未来、ありたい未来を描くとこまでは、これ正直バックキャスティングの前半です。でその未来を実現するために、そこから逆算して、じゃあ今どんな一歩を踏み出すっていうのが、そこまでやってバックキャスティングと言われてます。なので最後ですね、皆さんのもうここはちょっとテーブル内で一言ずつチェックアウトみたいなイメージなんですけれど、まあ、ああいうありたい未来の姿に向かってどんな一歩を踏み出しますかっていったところをですね、一言ずつ言って今日この場体験セッションを終えたいなというふうに思います。今日もここで終えたいと思いますので、長い一日お疲れ様でした。皆さんおはようございます。で昨日もちょっとお伝えしましたけど、ハシリテーション1回この場に立ってやるだけでものすごく一気に加速度的に成長します。なので今日皆さんとチャレンジしていきたいと思います。これいろんなことの振り返りに使えるフレームワークなんですけど、シンプルでケプトって言います。キープっていうのは良かった点ですね、継続した方がいいと思う良かった点、ファシリテーションの部分で良かった点って何っていうのを付箋紙に書いてもらう。で P は改善するといい点、なんかここが改善した方がいいと思うプロブレムの P で、トライっていうのが次にこういうことやったらいいよってアイデアですね、参加した人が皆さんに対してこのケプトをわーっと書いて、お伝えするとそれがすごくいいフィードバックになりますので、そんな形で振り返りをやっていきたいと思います。で最後にお伝えしたいところがですね、ファシリテーターとして気をつけるポイントですね、なぜその目的でこのセッションを開くかっていったところをしっかりこう物語として語ることによって、参加者の人はあだったら今日考えてみようかなっていうふうになりますので、淡々とはい目的はこうですって伝えるよりは、そこに思いをちょっと込めてお話し
するところから始めていただければと思います。ここポイントです。プレゼンとは違う、招き入れるように話すとあるんですけど、プレゼンテーションというのは一方的に伝えるものです。でファシリテーションはそこにいる人たちと一緒に作るっていう風なので、はいやってくださいやってくださいというよりは一緒にやりましょうっていう、そういう関わり方がすごく大事になっていきます。で、問いはとにかく明確に、一個一個の例えばワールドカフェっていうところで何をやるかっていうところを、何を話すのっていうところがちょっと分かんなかったりするので、ポイントとしてはどういうふうに進めるよと、この問いで皆さん話してくださいっていう進め方の説明と問いを分けると、参加者側からすると、あ、今何言ってんだなっていうのが分かるので、手法の説明は丁寧ですね。でもう一個メリハリをつけて、多分この辺も大丈夫だと思うんですけど、とうとうと、はい、では次はこういうふうでこういうふうでっていうよりは、はい、じゃあ皆さんやっていきましょうみたいな感じで、ちょっとだけこう抑揚をつけるだけで、参加者側からすると結構乗ったりとか真剣に考えていったりするので、そこも工夫していただければなと思います。で最後終わった時に、はい、じゃあお疲れ様でしたって終わるのか、最後次に向かうような一言で締めると場がかなり締まりますし、1回のセッションが終わりじゃなくて次にどうつなげるのっていったところも最後お伝えいただければと思います。では、今日半日よろしくお願いします。どうしたら新規の方がスタジアムに集まってくれるかというようなことを、出し合っていただければと思います。そこに子どもたちが集まって、中冠で一つ大会をやらせていただきます。いやーやりたいです。こういうことからここにつながったっていうのは、街に元気がないこの街をもっともっと元気にするためのアイデアをたくさん出してもらいたいと思いますので、地球に行ったことが子育ての子供については育ちやすい町になったら元気が出るコミュニティとしてみんながこう通ってくるような、スマートフォンです。T シャツ作れそう。和菓子と盆栽セットとかね。新聞読んでいただきますか。エコンコースで、家族写真を撮って、孫フェスにすることで、孫なんですけどおじいちゃんおばあちゃんがも主役になってるっていうのがこのネーミング出てるので、これいいなってやつに一人一枚、一人一票、10人僕らの下に含めてやろう、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 やろう。皆さんナイスチャレンジ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。動かないと見えないですし、結果出さないとこれって一瞬でなくなるもんだというふうに思ってます。壁は何だろうか、でそれを超える支援は何だろうかというところも、皆さんが一つになると大きなインパクトを残せると思いますので、一緒になって一歩踏み出したいなと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。